JRA 日本中央競馬会ではサラブレッドの生産や育成・調教技術の向上、また感染症をはじめとする病気や運動に関する基礎研究など競走馬を用いてさまざまな調査・研究に取り組んでいます。この番組ではサラブレッド生産や育成に携わる多くの方々に活用していただくため、JRA がまとめた研究成果をお伝えいたします。馬学講座、ホースアカデミー。こんにちは、 JRA 日高育成牧場の松井です。今回は基本的な栄養についてお話をしたいと思います。馬の栄養として重要な炭水化物についてエネルギーの源として見ていきたいと思います。一般的に動物に必要な栄養は5大栄養素というグループに分けることができます。炭水化物、脂肪、タンパク質、ビタミン、ミネラルが5つです。しかしよく目にするエネルギーがこの中に含まれていませんが、エネルギーは栄養ではないのでしょうか。エネルギーも栄養であり、五大栄養素よりももっと大きなグループの総称になります。炭水化物、脂肪、タンパク質の3つがエネルギーのグループに属します。しかしタンパク質は筋肉や骨や血の元になるという役割が大きいため、エネルギーグループの正規メンバーとなるのは炭水化物と脂肪だけです。エネルギーとして炭水化物と脂肪をどのような割合で摂るかは、私たち人では好みによって大きく分かれるかもしれません。しかし馬は人のように雑食ではないので、エネルギー源として摂取するのはほぼ炭水化物となります。炭水化物の源となる飼料は大きく2つに分けることができます。1つは塩爆や大麦などの穀類からなる濃厚飼料と呼ばれるグループです。植物の実の部分になります。もう1つは乾燥や放牧地の青草などの粗飼料と呼ばれるグループです。大雑把には植物の茎や葉の部分ということになります。馬には濃厚飼料と粗飼料のどちらも与えられていますが、どちらか一つではダメなのでしょうか。馬は牧草より塩爆の方が好きそうですし、塩爆だけ与えるのではダメなのでしょうか。毎朝早起きして買い場をあげるの大変なので、牧草だけ与えるのではダメなのでしょうか。答えはどちらも馬に与える必要があります。その理由には濃厚飼料と粗飼料のそれぞれに含まれる炭水化物が関係してきます。炭水化物とは単糖と呼ばれる小さな単位の物質がいくつにもつながった物質の総称です。濃厚飼料に多く含まれる物質はデンプンです。塩爆の穂や茎、殻の部分はほとんど繊維ですが、身の部分がデンプンです。粗飼料に多く含まれる炭水化物は植物繊維であり、主に植物の細胞の壁の部分を構成する物質です。デンプンと植物繊維は単糖であるグルコースが結合して構成されています。デンプンはグルコースが弱い結合で構成されています。この結合は専門的にアルファグルコシド結合と呼ばれます。逆に植物繊維はグルコース同士が強くつながり、これはベータグルコシド結合と呼ばれます。この後デンプンと植物繊維の消化吸収に関する話題について解説を進める前の予備知識として、馬の消化器官について少し触れたいと思います。デンプンと植物繊維の消化吸収において各消化器官がついている位置が重要になるので、
どの順番に消化器官がつながっているのかは頭に置いていてください。食道は胃につながり、胃から出た食塊は小腸に入り、小腸から先の消化器官はひとまとめにすると大腸と呼ぶことができます。この大腸をさらに細かく見ると、小腸のすぐ後ろにつながる盲腸、そして結腸、それから直腸に分けることができます。馬が飼料に含まれるでんぷんや食物繊維は摂取後胃を通過して小腸に入っていきますが、でんぷんや食物繊維のままではサイズが大きすぎて消化器官で取り込むことができません。消化器官では吸収され体内に取り込むためには、今よりさらに小さなサイズにする必要があります。でんぷんは小腸内で酵素の働きによってグルコース同士の結合を切って、一番小さな単位であるグルコースまで分解することができます。でんぷんはつながりを切られてグルコースになることで小腸内で速やかに吸収されます。一方で食物繊維はグルコース同士のつながりが強固であり、馬の小腸内で分泌される酵素でこのつながりを切ることができません。そのためサイズが変わらないため、小腸で吸収することができずに小腸の先にある盲腸まで運ばれていきます。馬の盲腸は非常に大きく、その中には数千億とも言われる数の微生物が存在し、その中の食物繊維を好んで利用する微生物に分解され、揮発性脂肪酸と呼ばれる物質に変えられます。揮発性脂肪酸のサイズは小さいので、盲腸を含む大腸部分で吸収することができます。脂肪酸という言葉から、この物質は炭水化物ではなく脂肪のグループに属するのですが、この脂肪酸の一部は肝臓でグルコースを生成するのに利用されますし、脂肪酸からもエネルギーは生成されることから、でんぷんの場合と生物は異なりますが、でんぷん同様に生体内でエネルギー源となります。このように濃厚飼料の主要な炭水化物であるでんぷんと粗飼料の食物繊維が消化吸収される消化器官の場所が異なることになります。このことが2つの種類の飼料を馬に給与する必要がある大きな理由になります。詳細について解説いたします。馬に限らず、消化器官の中で最も消化吸収の良い器官は小腸です。その小腸でグルコースに分解されるでんぷんの吸収率は非常に高くなります。例えば塩爆のでんぷんの約9割以上は小腸において消化吸収することができます。塩爆は全てがでんぷんのみで構成されているわけではないので、おおむね全体の消化率は7から8割です。一方で大腸はあまり吸収の良い消化器官ではありません。そのため消化吸収できる食物繊維は4から6割程度であり、全体の消化率も同程度です。馬の消化器官の特徴として、体の割に胃がすごく小さなことが挙げられます。消化器官全体に占める胃の割合は 9% であり、他の動物に比べても小さいことがわかります。運動することや妊娠することで消費するエネルギー量は多くなり、摂取するべきエネルギーは多くなります。しかし馬の胃は体の割にすごく小さく、食べられる量には限界があります。成馬が1日に食べられる量は体重の 3から3.5% 程度とされています。消化の良くない食物繊維を中心に含む粗飼料のみでは必要なエネルギーを摂取できません。したがって馬にはエネルギーが効率よく摂取できる濃厚飼料の給与が必要となります。では濃厚飼料だけを馬に与えれば必要なエネルギーは摂取できるのではないかと考えるわけですが、実はそういうわけにもいきません。濃厚飼料の卓球は馬の健康には非常に悪い影響を与えます。
濃厚飼料、すなわちデンプンの過剰摂取が腺痛や低用塩発症の原因となるからです。先に濃厚飼料に含まれるデンプンは小腸において消化吸収されることを説明しましたが、小腸で吸収されなかったデンプンは盲腸に流入することになります。盲腸内にいる微生物は食物繊維を好んで分解するものだけでなく、デンプンを好んで分解する微生物もいます。デンプンが微生物によって分解されたときには、食物繊維が分解されたときの揮発性脂肪酸と異なり、乳酸が生成されます。デンプンが盲腸内に大量に流入すると、盲腸や結腸、すなわち大腸が著しく酸性化されてしまいます。これは代謝性アシドーシスと言われます。食物繊維の分解によって脂肪酸が生成されるときに比べて、デンプンの分解によって乳酸が生じると腸内が著しく酸性化します。盲腸内にデンプンが大量流入することにより、以下のトラブルの発生が考えられます。腸内の微生物が一定のバランスで存在する状態を腸内細菌層と言いますが、腸内の酸性化によって異なる微生物の存在割合、すなわち腸内の細菌層が変化します。急激な腸内細菌層の変化は便秘や下痢の原因となり、場合によっては腺痛を発症する危険があります。大腸内が酸性化することにより腸粘膜が侵され潰瘍が発生します。通常は体外から消化器官に入ってきたウイルスなどの病原菌が腸管から体内に取り込まれないように腸粘膜がブロックしていますが、腸粘膜が酸性化により侵されることで粘膜の上皮細胞に隙間ができ、病原菌が体内に取り込まれてしまう恐れがあります。つまり腸の健康が侵されることは体全体の健康に悪影響を及ぼす可能性があるということです。ちなみに腸粘膜の隙間が大きくなり病原菌が入ってくる状態はリーキーガットと呼ばれ、人ではすでに認知されていますが、近年馬でもこの代謝性アシドーシスのみならずストレスなどで発症することが懸念されています。またデンプンが微生物に分解される際にガスが発生します。馬はゲップや嘔吐をしないことが知られていますが、胃の噴門部括約筋が発達しているためであったり、ガスは抜けにくく消化管に溜まりやすいので風気腺と呼ばれる腺痛が発症しやすくなります。腸内酸性化による食事性低用塩の発生基準についてよく言われる仮説があります。腸内の酸性化により一部の微生物が死んで毒素に変わり、通常であれば腸粘膜に保護されているため毒素は腸から体内に取り込まれません。しかし酸性化で腸粘膜のバリアが壊れることで、その毒素は腸から吸収されてしまいます。大腸から吸収された毒素は爪の毛細血管に運ばれ、血管組織を壊し爪の血液循環を阻害します。そのため底骨と底壁をつなぐ葉状層に毛細血管からの栄養がいかなくなり、葉状層が壊れるために低用塩になるということが考えられています。このように濃厚飼料はエネルギーを効率よく摂取するのに有効である一方、多量の摂取は健康に悪影響を及ぼします。馬の健康を維持するために盲腸を含む大腸に住む微生物を健全に保つことが必要なのですが、有益な微生物を維持し続けるには食物繊維が不可欠です。このことから馬の健康を維持するためには粗飼料の給与は絶対に必要となります。以上のことから粗飼料と濃厚飼料どちらも適正な割合で給与することが必要であると言えます。
ここまで一般的な馬の炭水化物摂取に関する解説でしたが、次に新たな視点としてデンプンを多給することの問題点と競走馬におけるデンプン給与の恩恵について解説いたします。まずはインスリン抵抗性についてです。ここまでの話の中でデンプンが小腸で吸収されないとさまざまな健康被害があることを説明しましたが、小腸で吸収されるなら濃厚飼料の多給には問題はないのでしょうか。近年小腸でデンプンが消化吸収されても別のトラブルの可能性が警告されています。インスリン抵抗性とは血中グルコースに対するインスリン作用の鈍化を示す言葉ですが、そのような症状が馬に発症するという問題であります。血中グルコース濃度、すなわち血糖値が上昇すると膵臓からインスリンが分泌されます。インスリンが筋肉の組織にシグナルを送り、それに反応して血中のグルコースが組織内に取り込まれ、血中グルコース濃度が低下し、役割を終えたインスリンは分泌されなくなります。これが正常な生理的な働きなのですが、インスリン抵抗性になるとインスリンのシグナルを筋肉の組織が正確に受信できず、血中のグルコースが組織に取り込まれなくなります。正常な状態と比較すると明確ですが、その結果いつまでも血中インスリン濃度が低下しない状態になり、これをインスリン抵抗性と呼びます。濃厚飼料に含まれるデンプンが小腸において消化吸収されるとき、生体内にグルコースとして取り込まれるので血中グルコース濃度は上昇していきます。スライドのようにグラフの赤で示した高デンプン飼料に見られる会話のたびに高頻度で過度な血中グルコース濃度の上昇が繰り返されるとインスリン抵抗性になる危険があるとされています。高インスリン血症、いわゆる血中インスリン濃度が高く維持された状態により肥満や低用飲発症のリスクがあることが知られています。このようにデンプンが小腸で吸収された場合でも血中グルコース濃度の過度な上昇が繰り返されれば馬の健康には悪影響を及ぼすことが懸念されます。次に競走馬において濃厚飼料としてデンプンを供与する恩恵について考えていきたいと思います。そもそも競走馬はエネルギー消費量が大きいことから消化率が高くエネルギーが効率よく取り込めるので、その面において濃厚飼料給与の恩恵はあります。それ以外にも競走馬にとってデンプンの摂取には恩恵があると考えられます。体を動かしたり呼吸したりとあらゆる活動にはエネルギーが必要であり、生体内ではアデノシン三リン酸、以下 ATP 中のリン酸の結合からリン酸が離れた時に放出されるエネルギーがさまざまな活動をするための動力として機能します。炭水化物や脂肪をそのまま運動するためのエネルギーとして使うことは不可能であり、生体内でエネルギーを生み出すには必ず ATP の形になることが必要です。ATP は生体内でエネルギーを使うための通貨にも例えられ、炭水化物や脂肪をエネルギーの元として活用するには ATP に両替する必要があります。炭水化物や脂肪から ATP が生成されるときに酸素が用いられます。このように酸素を用いて生成された ATP から作られるエネルギーは有酸素エネルギーと呼ばれます。一方、酸素を用いずに ATP を生成することもでき、この方法により ATP を作ることができるのは炭水化物であるグリコーゲンのみです。この ATP から生成されるエネルギーは無酸素エネルギーと呼ばれます。
運動しながらエネルギーを摂取することはできないので、運動を持続するためにエネルギーは体内に貯蔵する必要があります。脂肪は体脂肪という形で貯蔵する一方で、炭水化物は肝臓や筋肉にグリコーゲンという形で貯蔵されます。グリコーゲンはグルコースが多数連なって構成されています。ちなみに大阪の心斎橋の看板でも有名な企業名の語源はこのグリコーゲンだそうです。強い強度の運動を負荷すると有酸素により作られた ATP と無酸素により作られた ATP はどちらもエネルギー生成に使われます。競馬で走距離が短いこと、すなわち運動強度が強いことになりますが、無酸素エネルギーの利用は多くなります。無酸素による ATP の合成速度は有酸素による合成よりも2倍ほど速いため、エネルギー生成が急がれるほど無酸素の ATP 生成が有用になります。スライドのグラフは競走馬の日々の調教を実施する中で筋グリコーゲンがどのように変化するのかを示しています。強い運動負荷により筋肉中のグリコーゲンは減少し、翌日や翌々日になっても筋グリコーゲンは強い運動前の貯蔵量まで回復していません。競走馬のコンディションの維持のためには、なるべく速やかにグリコーゲンの貯蔵を回復することが好ましいと考えられます。グリコーゲンの元となるグルコースは濃厚脂肪に含まれるデンプンが小腸にて消化吸収されることで速やかに供給されます。植物細胞から得られた血清脂肪酸の一部も時間をかけてグルコースに作り変えられますが、グリコーゲンに合成され蓄積されるにはかなり時間がかかりますし、量も多くありません。したがって競走馬の速やかな筋グリコーゲン回復には濃厚脂肪の摂取は有用であると考えられます。以上のように馬への炭水化物給与は馬の健康維持やパフォーマンス発揮に大きな影響を持っており、さまざまな成長ステージや刺激運動量に応じて適切な素飼料と濃厚飼料の給与割合を考えていく必要があります。今回は非常に基本的な栄養の話をさせていただきましたが、このような基本的な知識を得ることが強い馬作りのための飼料管理に有効に生かされるのではないかというふうに考えております。ありがとうございました。